皆様こんばんは。日本怖い話へようこそ。この番組は日本の古今東西南北の怖い話をご紹介していく番組です。怖い話案内人の佐奈美優子とアシスタントのこけし岡代です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ご紹介するのはこちら、テレビに映ってしまった本物の心霊映像です。ブラウン管を通して流れてしまった心霊映像、これは一体本物なのかどうか、いくつかの映像をご紹介していきましょう。まず一つ目がこちらです。1986年アイドル歌番組の幽霊騒動です。覚えてらっしゃる方は、1980年代というのはアイドルが歌う歌番組がたくさん全盛期でありましたね。皆さんもある程度のお年の方はそうした歌番組を覚えてる方も多いと思うんですが、そうした中で音楽の番組で中森明菜さん、歌手の方が歌っているその姿の後ろにワンピースを着た女性の霊が立っているということが大きな話題になったことがあります。そしてその後ろに立っていた女性というのは、あとご自身で投身自殺をしてしまったアイドルの岡田由紀子さんだったのではないかという噂が多く広まりました。岡田さんがそうして自殺をしてしまったことは、日本中の多くの方々に大きなショックを与えてしまったわけですけれども、そうした後で岡田さんの幽霊がテレビに映っているという噂が広まっていったわけです。そしてこの1986年の5月、夜のヒットスタジオという番組の中で中森明菜さんが歌を歌っている時に背後に女性が写っているということが大きな騒ぎとなりました。それがこちらの写真です。確かにこう歌を歌う中森さんの後ろに黒い髪をしてこうワンピースを着た女性が立っています。この女性が岡田さんなのではないかという噂が大きく広がりまして、今でもこの写真は非常に有名な写真として語り継がれているわけです。さあ、そして続いてこちらです。背後から覗く顔、2004年のこれも非常に話題となった画像なんですが、こちらは旅番組のバラエティ番組で田舎に泊まろうという番組がありました。そこでタレントの恵比寿さんがいろいろな田舎に泊まるというそんな企画がありまして、この時恵比寿さんがゾーッとするような田舎に連れてってという、リクエストをしまして、青森県にある町に行きました。そしてこの恵比寿さんの旅は硫黄の匂いが漂う、そんな不気味な霊山から始まったそんな旅でありました。そしてある、お家に泊まった時なんですけれども、この恐れ山の麓の近くのお家です。そこでこの恵比寿さんが食べ物を食べて、すごく美味しいですというようなことを言っている時でした。突然、皆さんお分かりになりますでしょうか。後ろから顔が覗いているわけです。この顔、映像で動画で見るともっと分かりやすいんですが、突然ヒュッと顔が覗き始めるわけです。で、この顔なんですが、この眉毛も目もあって鼻も口もある、まさに気のせいではない人間の顔にしか見えないわけです。ところがちょっと不思議だったのは、人間の顔がこうどこかドアの隙間からヒュッと覗くときに、どうしても肩だったり首だったり体の部分も入ってしまうわけで、顔だけを出すというのは結構難しいものであります。しかしもう一度大きな映像を見てみましょう。これを見ると結構高い位置で、この位置で首だけヒュッと出すというのは結構難しいと言われていまして、これはとても不可解な映像であるということで大きな話題になったわけです。そうしてもう一つこちら、
これもまたこの位置から顔を出すのは難しいであろうという写真です。1993年トラウマ級の心霊映像と呼ばれているものです。これは USO ジャパンと呼ばれるテレビ番組がありました。ご覧になってた方もいらっしゃると思います。そこで窓から顔が覗いているということで大きな話題になったものです。この動画を投稿してきたのは東京都に在住の男性の方でした。その男性がこうジャンプをするというだけの動画であるんですけれども、その動画このように窓から顔が覗いているのを皆さんお分かりになりますでしょうか。普通の民家ですね。東京都心にある綺麗な家です。上にはクーラーがあって電気もあります。窓にはカーテンがかかってますが、どこにその幽霊がいるか、それが赤丸で囲んだこちらです。少し拡大をしてみましょう。確かに男の人のような青白いちょっと細面の顔、目があって鼻があって口もあります。まるでこちらを覗き込むように見ていますね。そしてもう少し大きな画像にしてみますといかがでしょうか。結構天井が高い家です。この窓の上の方から覗き込むように顔がヒュッと現れるわけですけれども、まさかこうはしごに登って顔だけ出すというようなことを誰かがいたずらですればできなくもない画像ではありますが、このように外には庭には誰もいなかったという状態の中で不自然に青白い顔が覗き込む、これはもうまさしく幽霊なのではないでしょうか。そうしてテレビ番組にも大きく取り上げられたこんな不思議な映り込みもあります。これは2009年に放映されました白い春というドラマです。阿部寛さんが主演をしまして、大きな人気を呼んだドラマでありますけれども、そのワンシーンの中に映り込んでしまった幽霊らしき存在が大きな話題となりました。まず登場人物がこの水色の T シャツを着て女性と並んで歩いているわけです。そうするとその背後の物陰から不自然に白い顔が覗き込んできたわけです。それがこちらです。はい、水色の服を着た男の人の後ろに顔がありますね。確かにこう近づいてみると髪の毛が短い女性のような顔に見えます。眉毛があってこう目も見えますね。これもう少し広い画像にしてみますと顔が覗き込んでるんですが、下の方に体が映り込んでいないとこの角度で顔だけを出すというのは結構不自然な体勢になってしまいます。ところが下の方には何も体らしきものも映っていない。もしこの体勢で顔だけを出すのだったら何か手で押さえてその状態で顔を出せば出せなくもないかもしれませんが、ここまで顔だけが出てしまうというのは不気味なものであります。このシーンは当然ドラマを見ている人たちの中でも大きな話題となりまして、その後追跡あのニュースの続きという番組でも取り上げられることになったという非常に有名な映像であります。そして次はこちらです。あの国民的ドラマにも、これは2006年に話題になったものです。皆さん中学生日記ご覧になったことありますか？私も中学生の時に見てました。でこの中学生日記も長く続いているもう国民的なドラマでありますけれども、2006年に放映された誰にも言えないという回があります。そこでこの中学生日記のワンシーン、教室の風景で、女の子が漫画を読んでいるというシーンがあります。それを後ろにいる男子がこう話しかけたり見ていたりするそんなシーンであるんですが、ここでこの男子学生と女子学生の後ろに棚があるんですが、こちらです。この棚の中に何やら生首のようなものが映っているという話題になりました。
赤丸で囲んでおきます。これ何かロッカーの中ですから、まあ、体操服を入れる体操袋であったり体操服をぐちゃぐちゃ丸めて入れたのではないかという憶測もなされたんですが、少し寄ってみましょう。いくら体操着とは言ってもここまで顔のようになるでしょうか。きちんと真ん中には鼻、そして唇も閉じて写ってます。目もあり、この辺には前髪のようなものも見えますね。ここまではっきりと生首のようなものが映り込んでしまうというのは不気味であります。これは非常に大きな話題となりまして、全国的な騒ぎとなり、今でもインターネット上でよく見かけるものとなっています。続いてこちら、人気ドラマに映り込んだ幽霊です。さあ、この人気ドラマ、これはですね、この画面の真ん中ほどに教室の扉のところから謎の女子生徒が顔を出しているということで話題になった、そんな写真です。大ヒットドラマ一つ屋根の下、皆さん覚えてますでしょうか。非常にヒットをしましたし、今主題歌なども含めて多くの人が今でも覚えていると思います。そこでこちら、教室の扉から女の子が覗いている謎の美少女ということではあるんですけれども、実際にここにはまたこの時、まあ、撮影の時こんな人がいただろうか、実際にはこんな役者さんいなかったのではないかという噂も含め、実際にはこの場にいなかった少女が映っているということで大きな話題になりました。確かに髪がこう長い美少女なんですけれども、非常に顔がとても小さく見えて、ちょっと手の動きなども含めて、まあ、手に比べて顔もとっても小さいですし、ちょっと不可解な映像であります。さあ、続きましてこちらです。あの有名なウルトラマン、ウルトラマンにも幽霊映像が映っているということで大きな騒ぎとなりました。ウルトラマン、さまざまなシリーズがありますが、ウルトラマンガイアという作品が1998年に放映されました。そこの第10話のロックファイトという回があります。そこではこの登場人物の後ろに、背後に白い顔のようなものが映り込んでいるということで騒ぎになったんです。実際にご覧いただくのがこちらです。ヘルメットをかぶった登場人物の後ろに白い顔が映り込んでいるという映像なんですが、もともと画面自体が暗くてあまり分かりにくいかもしれませんので、少し明るくしてアップにしたのがこちらです。ああ、確かに赤丸で囲んでいるところ、人の顔そして前髪が映り込んでいるように見えますね。もう少し明るくしてサイドを変えてみるとどうでしょうか。ますますこの白い顔、唇などがはっきりと見えます。一体これは何だったのでしょうか。後ろに、とても後ろにいて遠近法で小さくなっているのか、もともとこれくらい小さな形の幽霊だったのか、皆さんはどのように思いますか。そして本日最後にご紹介するのはこちらです。映画を撮った監督がしっかりと断言、スタッフでも演出でもありませんと全否定した作品です。2012年に公開されました青木ヶ原という作品があります。石原慎太郎さんが出演するということでも大きな話題となったこの作品、ここでですね、不思議なシーンが含まれているということで大きな話題となりました。それがこちらです。赤丸で囲んだところなんですが、ちょっと不自然に人影が映り込んでしまっているということなんです。で、これを、まあ、このような映像で何か人が映っている、まあ、幽霊が映っているのではないかということを大きな話題になったんですけれども、この時
監督は、まあ、こうしたスタッフに、まあ、メインキャストと同じような服を着せることはない、そしてスタッフが画面に映り込むようなところに待機させることはもうありえないと。ですからここに映っているのはスタッフでもないし演出でもないということを監督はしっかりと断言しているわけです。そして出演していたキャストも、まあ、この丸がついている場所には何もなかった、誰もいなかったというふうに証言しているんですけれども、実際に映像を見るとこの丸で囲んだところはまるで人が立って動いているように、もう人間としか思えようなないような動きをする、そんなものが映っていたということです。確かに、これを見るとオレンジ色のブラウスを着て下にスカートだかズボンだかを履いている人がこう立っているように見えますし、それが動いていたらなおさら人間なのではないかと思ってしまいますよね。まあ、そのようにここを撮ったのが樹海だということで、まあ、樹海ということでいろいろな人の思い怨念、そしてそれが形になって現れているのではないかとも言われているのです。このようにテレビや映画にはカメラを通して不思議なものが映り込んでしまうのかもしれません。もしかしたら今この映像の中にもどこか変なものが映っているのではないでしょうか。そのように幽霊というものはカメラに映り込んでしまうものなのかもしれませんね。ということで出展は以上です。興味がある方はぜひご覧ください。今夜もご覧いただきありがとうございました。また次回も日本怖い話でお会いしましょう。さようなら。